シーバスリーガル12年シーバスリーガルはスコッチウイスキーの銘柄の一つ。製造業者のシーバスブラザーズ社は1801年創業の老舗であり、現在ではペルノルカール社の傘下である。世界中で最も飲まれているスコッチウイスキーのブランドの一つである。日本においてはペルノルカールジャパンが輸入、販売を行っている。1801年。 シーバス・リーガルの創業者であるシーバス兄弟がコーヒーやブランデーなどの高価な食品を販売する商店をスコットランドのアバディーンに開いたのがシーバス・リーガルの発祥である。当時はイギリス王室への食料調達も任命されており1890年に記されたスコットランドマガジンにはスコットランド北部では最も優れた調達業者と評されている。 1850年代に入り、富裕層からの品質の高いウイスキーへの需要に応え、シーバス兄弟はブレンデッドウイスキーを製造し始めた。1900年代初頭、経済的繁栄を遂げたアメリカの高級品の需要が伸びていたことから、アメリカにシーバスリーガルと名付けたウイスキーの輸出を、はじめ、禁酒法が始まる1920年代まで、アメリカにおけるウイスキーを代表するブランドとして、 親しまれていた。1950年、後にシーバスリーガルを代表する上流所となるハイランド地域最古の歴史を持つストラスアイラ上流所を購入する。戦後はシーバスリーガル12年を主力商品に変え、世界的なブランドとして現在まで親しまれている。シーバスリーガルは製品を用いたカクテルコンペティションを毎年開催している。日本でのみ。 二つのコンペティションが開かれている。シーバス・リーガルは2011年から厳頭者の雑誌、ゲーテと共にビジネスを通じて社会に活力を与え社会貢献に寄与した優れたビジネスリーダーを表彰している。2016年より建築家の安藤忠雄が特別審査員を務めている。シーバス・リーガルは国際的に高い評価を受けており、 2013年にはシーバスリーガル25年及び18年がサンフランシスコ世界スピリッツコンペティションで最優秀金賞の高い評価を受けている。ありがとうございます。